小麦にお待たせってあれ？小麦がいなくなってる。遊ぼ約束してたのに。もしかして迷子？もう小麦はすぐいなくなっちゃうんだから探しに行かなくちゃ。小麦どこにいるの？あんなところに人がいる。話しかけてみよう。すいません、小麦を見ませんでしたか？小麦ってどんな子？そっか、小麦のことみんな知ってるわけじゃないもんね。今から小麦の似顔絵を描くので、その子を見なかったか教えてください。うん、わかったわ。よし、小麦の似顔絵描いてくよ。人の姿の小麦はこんな感じで、プリキュアの時と髪型がちょっと似てるかな。で、リボンしてて、眉毛こんなんで、ちょっとワンちゃんみたいな口で、お目目は大きかった気がする。お目目難しいな。どうなんだったっけ、こんなんだったかな。確かここが黄色っぽい色で、髪の毛はこんな感じの色だった気がする。リボンもしてて、お顔の色も塗って、眉毛も塗って、出来上がりと。小麦ってこんな感じの子なんですけど、見ませんでしたか？猫ちゃんみたいな感じね。この子は見なかったかな？猫ちゃんっていうよりワンちゃんなんだけど、ちょっとこの小麦似てなかったかもな。もう一度書き直すので、その子を見なかったか教えてください。うん、わかったわ。よし、もう一度小麦を書いてみよう。この前髪は合っていたはずだよね。髪型もなんとなく合ってると思うんだよね。お耳があって、で、髪があって、ここに大きなリボンをしていってと。で、リボンから縛ってる髪がこんな風に跳ねていて、眉毛も私と同じこんな感じの眉毛で、それからお顔、ここが重要だよね。お目目はクリクリお目目だったと思うよ。さっきちょっと細くなっちゃったから、今度は大きくまん丸に描いてみよう。こんな感じかな。あとは髪の色を塗っていって、前髪のちょんとしてるところ以外は茶色でぬりぬり、眉毛も茶色にぬりぬりして、リボンはちょっと赤っぽい色だったかな。ピンクと赤の中間みたいな色だった気がするよ。リボンもぬりぬり、お目目も塗っていくよ。小麦のお目目はすごい深い茶色だった気がする。まず最初赤で薄く塗って、茶色でぬりぬり、瞳の部分を黒で塗って出来上がり。お口はピンクで塗って、
お顔も塗り塗りして、はい、出来上がり。どうかな？今度はうまく描けたかな？さっき描いたこっちの小麦よりも、こっちの新しく描いた方の小麦の方が上手って思ってくれた人はグッドボタンを押してね。わ、グッドがたくさん押されてる。っていうことは、こっちよりもこっちの方が上手なんだね。今度は分かってもらえるかも。新しい似顔絵描けたかな？はい。こっちの方の小麦なんですけど、見てませんか？この小麦ちゃんか。それなら、さっきあっちの公園の方に行ったよ。公園ですね。ありがとうございます。探しに行かなくちゃ。小麦ちゃん、見つかるといいね。公園ってここかな？あ、あの後ろ姿は小麦だ。おい、小麦。探したよ。あ、あれ？どうしてここに？待ち合わせした場所にいないから迷子になったと思って。ああ、迷子じゃなくて、今日何して遊ぼっかなと思って。ここの公園、大きな土管があって楽しいから、ここで遊んだらどうかなって思ったんだ。わあ、それは楽しそう。でも、一人でどっかに行ったりしたらダメだよ。心配しちゃうから。うん、わかった。もうどこにも行かないよ。約束ね。この八つの卵のどれか一つだけに五個玉が隠れているよ。どの卵に隠れているか、みんなわかるかな？正解は、緑の隠れ玉の中にゲラチョが隠れていたよ。緑の卵を選んだ人、大正解。すごいね。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブーム